おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。ツイッターで、このような画像が流れてきました。少し変わった、313系の運用ですね。ということで、今回は、313系の交尾者に、連結器をつける改造を、してみたいと思います。では、行きまーす。用意するのは、313系の交尾者2両。画面右側の車両は、はじめから破損していたので、輪っかの連結器を、つけたいと思います。裏返して、ネジを外して分解。輪っかの連結器を、市販のネジで、固定します。破損部分を、ノコギリで、カットし、きれいにヤスリがけをします。まずは、1両目が完成しました。もう1両も、ネジを外して分解。連結器を、逆にしたいので、台車を反転。貫通扉に、連結器を入れる隙間を作ります。前面にも連結器を入れる隙間をノコギリなどでカットしていきます。ヤスリがけをして綺麗になったら完成です。どうでしょうか ?313系に連結器がつきました。それでは早速つなげてみましょう。いかがでしょうか ?JR 東海っぽいですね。連結器の加工はしなくても大丈夫のようです。連結させてみましょう。まずは、2両足す2両。次に、3両足す3両。前回連結器をつけた211系と、連結させても、いいかもしれません。レイアウトを作ってみました。それでは、実際に走らせてみましょう。Yeah.